ダーン世界ラジオアジョイ、どうもガマちゃんです。さあ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 、すごいでしょ。何やるかもう分かるよな、分かるよな、お前ら全部食います。これを1週間食い続けます。これが食べるものを全部このポテチに変えたらどんなことになるのか、体重とかもういろいろ変わってくる1週間、それを検証していきたいと思います。1801.8kg あるんで、これだけでも。じゃあ早速もう今からスタートなんで、ちょっと朝かと思ったら昼でした。はい、じゃあ体重の方は、あ、そうだね、体重だけ買ってからやるか。体重は何キロですか？ 78.7、 消えた。なんで消えんねん。これがどうなるのかっていうことですね。はい、はい、じゃあ記念すべき第1食目、まずこれからいきたいと思います。まあ、これ他はね、味全部知ってるんで。いやーでも1週間ポテチか、ちょっと憂鬱だな。いただきます。絶対太るもんだって。でもどんだけ食べてもいいんやで、お腹がいっぱいになるまで。あー、なんかね、トッポみたいな味。トッポってチョコやん。ショッポってトッポってチョコか。うん、サラダ味、プリッツ。あー、プリッツか。うん、プリッツの味がする、これ。でもやっぱポテチうまいな。なんか食うやな、こんな時間からポテチ食って。やばいな、大富豪の時。うまっ。肉の完食、味噌汁いこうかな。やばっ、止まらん。はい、はい、4袋目に入りました。ただいま時刻が出て3袋目、今から食べます。1袋目か、20分、1個で時間が。やばいね。はい、ありがとうございます。よし、6袋目。わお。はい、今ね、6袋目。なんか気づいたら食い終わってました。やべえ。なんかね、ポテチがね、体に悪いと思ってたらすっごいまずいかったんですけど、体にいいもんやと思い込まして食い始めたらバリうまい。幸せとはバター。よーい、さっ、3日目。ありがとうございます。3日目、ポテチ生活始めて種類を変えてきましたね。3日目の朝です。じゃないと、いやー、もうなんか逆にこれが筋トレした後ももちろん、ね、ポテチ、これが俺のイザキプロテインと一緒で。はい、おはようございます。さあ、またさ、ポテチ全部飲んじゃいました。夜2回目でしょっぱね、ポテチね、腹が膨れないんですよ。美味しいけど思ったより腹が減ってまして、もう1個止めたいと思います。ポテチ、こんにちは、こんばんは。どうも、 YouTube ユーザーの皆さん、ポテチを今日もたくさん食べております。ゴー君から2日目の差し入れもらいました。マジ最高。もう買ったポテチがこれラッシュになっちゃいました。片揚げポテチブラックペッパー味、これめっちゃ好きなやつ。ポテチ1週間生活中なんで、いただきます。さあ、いよいよポテチ生活1週間も残り、ね、残りじゃねえな、残り今日で何時間知らん、日曜日。さあ、ポテチ生活1週間も、さあ、いよいよラスト1袋です。最後の朝が来ました。じゃあ、いただきます。はい、噛み締めろよ。いや、いつも食えるけど。噛み締めろ。もう慣れた味だよ。なんかもう米みたいになってきてるんだよ。これがベースって感じですよ。この食感、嫌というほど噛み締めてきました。こんだけ鍛えてるんで、多分ポテチ早食いしたらめっちゃ早いと思う。やばいからね、これ。食ってる間にご紹介しようか。これね、今まで僕が食べてきたポテチの殻の袋です。やばくない？やばい。えぐいでしょ？やばい。23で24、24、マジで。だから1日3袋以上は食っとる計算だね。で、ちっちゃいのがまあ3つぐらいあったもんで、1で13袋以上でな。そう、と別でね、コンビニのポテチ、あれカラオケの撮影の食べたり25ですね、これ。えぐっ、おかしくない？気狂ってんな。何やかんや言ってうまい。味変していけばずっとうまい。最高です。気になるのは体重ですね。そうですね。ここまで数字で変わるのか。見た目はどうですか？見た目は
ちょっと太った。まあ言うてずっと一緒におるで。そうか、あんまり分からん。僕は見てるだけでお腹いっぱいです。めっちゃ好きじゃないもん。うーん、そうね。俺はこの子夢の生活ですから。ただちょっと他のご飯とかも食いたかった。ご飯食えてポテチも食えたらもう夢の生活。まあただ言ってもこれは体調を崩します。このポテチは体はだるいですね。しかもずっと腹減ってます。食ってちょっとだったらすぐ腹減ってくる。だから食べちゃうんですよ、いっぱい。もっと、もうちょっと。さあ、そして最後の一口いただきます。食ったー、おめでとうございます。一週間ポテチ生活終了でーす。いやー、食ったなー。やっと終わった。いやー、幸せなんですけど苦しい。やっぱり自由には縛りがつきもの。いやー、体調が悪い。1週間で約 3.8 キロ食べました。おー、やばい。 3.7 約4キロ近いですから、これ1週間やばいな。これしか食ってないから。私は体重が気になりますね。はい、これだけ食って。じゃあいきますね。はい、はい、 80.1 1? はい、 80.1? はい、はい、 80.1 です。あれ、さっき測った時軽くなってる。ガワガワガワチャンネル5 5 5 6 4 6 9。最初が 87. 点なんかだったんで、うん、2.3 キロぐらい太ってる。はい、ということでね、ポテチ生活1週間をした結果、ポテチ 3.7 キロを食べ、約 2.5 キロぐらい太りました。ということでね、ポテチは体にものすごく悪いです。ということで皆さんね、ぜひとも1週間ぐらいポテチを食べて過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。ホームラン打つまで帰り待て。県内でも屈指の広さを誇るピノキオバッティングセンターで見えばこちらです。はい、名前は誰？小笠原？小笠原やん絶対。決めたあの日からいつまでもこの旅は続き It's my チャリンコストーリー Honey my チャリンコストーリー